持っているかな。スキャンしてね。スーパー戦隊データライセンスをスキャンしよう。スーパー戦隊データライセンスを持っていないときは赤いボタンを押してね。スーパー戦隊データライセンスをスキャンしよう。スーパー戦隊新しいスーパー戦隊で前のスーパー戦隊データライセンスモードを選んでくれ。どっちにする？こいつは強いぞ。スーパー戦隊カードを試験して準備をしよう。リュウソージャーに変身だ。カードは2枚スキャンできるよ。弱点のマークのカードをスキャンしよう。カードを持っていないときは赤いボタンを押してね。弱点のマークのカードをスキャンしよう。これで準備は OK。 今回はこのヒーローが助けてくれるよ。
君の結果はこれだ。忘れはないかな。遊んでくれてありがとう。